マジマとしゆきマジマとしゆき11月13日から1962年8月19日は日本の有機科学者、大阪帝国大学総長などを歴任、京都市生まれ、京都府中学を経て上京、京立学校など数校の進学予備校に学び、第一高等中学校を入学、後、東京帝国大学理科大学卒業後、同大助手、 1903年に助教授。1907年からドイツ、イギリスに留学し、後にノーベル科学賞を受賞したリハルトビルシテッターらの元で研究を行う。帰国後、1911年に東北帝国大学理科大学教授につき、1917年には漆の主成分漆オールの構造決定及び合成に成功した。同1917年に、 理科学研究所主任研究員を兼任。1926年に東北帝国大学理学部長となる。さらに1929年からは東京工業大学教授。1930年からは北海道帝国大学教授。1932年からは大阪帝国大学理学部教授、学部長を兼任。続く1933年からは、 大阪帝国大学の専任となる。1934年6月1日、東北帝国大学名誉教授の称号を授けられた。1943年から大阪帝大総長に就任。1949年には文化勲章受章。日本人女性として初めて科学者となった黒田地下も東北帝国大学理科大学時代に、年之の指導を受けた。 ありがとうございます。